冬の寒さが厳しい日田地方の正月を彩る伝統の縁起物の一つ、花餅。高山市えなこ町の工房では、餅が固くならないように暖かくした部屋で、近所の主婦たち7人が花に見立てた紅白の餅を木の枝に丁寧に巻きつけて作っています。花餅は地元のほか、名古屋や東京、大阪などからも注文があり、作業は今月25日まで続きます。